明けましておめでとうございます、えー、京子さん今年初めての個別動画になります一番最初にね個別メールをいただいたのが京子さんだったんでやっぱり返信をね動画の明けましておめでとうございますでお送りしたいなと思いました同時に今回は一般公開でございます今まで個別動画はプライバシーに配慮しながらあー公開限定でしている部分もありましたけども ズームの対談をね、ご決断されたということで少しずつ京子さんのことをお知らせしていかないとこれもったいないなっていう発想になってきますこれから京子さんご自身もそうですし京子さんの取り組もうとしていることに一人でも多くの方にね興味関心を持っていただいて有名人にある意味ねなっていただくようなそんなお力添えができればと思います、えー、今までね即歌塾についてきてくださって本当にありがとうございます 私も毎日情報発信をしてますけども情報を受け取ることをやめない人だけがいつかこういうきっかけをつかめると思うんですよねで逆にですねやってみようかなと思った時に私が放送発信をしていなかったらせっかくのその意欲も消えてしまいますですんで私はこれからも命尽きる限りこうやって YouTube で放送しようかと思いますそしてそのぐらい YouTube には人の人生を気持ちを変える力があるんですよね 以前私たちにはこうやったテレビ放送映像を送るっていう権利が権限がテクノロジーがありませんでしたでも YouTube がこうやってインターネットの力で普通のテレビとしてね普通の人が放送できるようになったんですよ自分がタレントであり自分が監督であり自分がクリエイターになれる時代ですよね私はねいろんな報道が私たち国民の手についに帰ってきたと思ってます 私たちはこれからいろんな不条理ですとか限界ですとか困難に対して権力に対して放送を通じて訴えかけて一つのうねりを作っていけるんじゃないかなと思うんですよねでもまずは喋りになれることって大事じゃないですか喋 <laughs> りになれようと思ったらやっぱり誰かに語りかけることを繰り返すことだと思うんですよ ご活用いいただければと思います私がついてるんで大丈夫です台本もお送りしましたのでそちらの方でちょっと目を開けなどをしながらね心の準備をしていただければと思いますそれでは本日はありがとうございましたえそして本年からさらにさらに私たちの関係は深くなりますきっと人生を振り返った時に速歌塾にいてよかった YouTube があってよかったと思っていただけるようなそんな 1>, 1年の始まりになると思ってます。ぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。